きてる。もうね、もう結構ガクガクに。ね、なんか変なところに力入ってるよね。入ってます。なんかもう筋肉痛に早くもなりかけてる感じなんですけど。もうもうみたいな感じで、すっごい気合いっぱいと力いっぱい入りまくって、はい、とりあえず無事に。刺さることもなく試乗を終えました、はい、どうでしたか感想は。なんかちょっと楽しくなってきちゃって最終的にもうゲラゲラ笑いながらこうステアリングをもうめちゃくちゃ切っちゃう自分みたいな。そうでも、うん、1回ぐらいはできたような気が、なんとなく、ね、あこうあ今当たってちゃんと、うんなったっていうの一回ぐらいありました、ね、なんとなくこうあっていう感じは、はいはい、そうなんか一番滑る時だったので、はい、非常に厳しい時だったにもかかわらず、はい、なんかこう一生懸命一生懸命こう行きたい方向を見ながらハンドルを切っていくと、うん、車がすごくスムーズについてきてくれるっていうのが体験できたと思います、はい、私もその、うん、やっぱりなんか自分の運転のテクニック以上に車がカバーしてくれたって思ったんですよね、うんそうそううん、なんかもう走ってる時はいっぱいいっぱいで何をどうやってるかわからないんだけども、はい、とにかく行きたい方向をしっかり見て車をこう反応させてると本当に車が受け止めてくれる、はい、素直になんかこう言うことを聞いてくれるっていうか、はい、そういう感じが味わえたかと思います。はい、なんかある意味でもあの危険の時って急に来るから、うん、そういう時にパニックになりながらもうカカンってやってあ当たった戻ったみたいなのがあれば、うん、やっぱりなんかそのバランスのいい 4WD って、うん、素晴らしいなと思いました、うんうん、そうですね、はい、なんかやっぱり今回は私たちはこうシンメトリカルな、はい、こう重量バランスがすごく優れた、はい、スバルの四駆に乗らせてもらったので、はい、私たちのこのラフなねステアリングワークでもちゃんとこう右左っていう風に素直に走ってくれたので、はい、だからこれをね、まあ、今回はスバルの車だけなので他の車と比べるっていうことはちょっとできなかったんだけれども、はい、ただ一つだけ言えるのはやはりバランスのいい車であ雪道このくらい走れるんだって思ってガーッて行っちゃうと危ないので、はい、そのあたりはこうやっぱ心にブレーキを持っていきたいと思います。皆さんオンリスクですオンリスクですね、オンリスクです。そうですね、はい、ですから本当にもう雪はあともう一つ言えるのはやはりその刻々と路面のコンディションが変わっていくので、はい、もう今回もかなり変わりましたもんね、うん、走り始めの時と終わった時とで、はい、本当に路面の状況がどん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 変わってくるのでやっぱり雪道とかはねその辺も注意して走っていただきたいなと思いました。はい、はい、世界ラリー選手権の PWRC に参戦中の、鎌田拓磨選手にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やはりスバルの四駆というか AWD というのは扱いやすいですか。そうですね、まあ、今回みたいにあの氷上で気温が高くてっていうシチュエーションが一番車にとって厳しいんですね、はい、そうですね、滑りまくりっていう感じですよ ね、 そうですね、乗ってみて分かったと思うんですけど、はい、そういうところで車の向きが変えられるっていうのは本当国産メーカーでもスバルだけだと思うんですよ、うんはい、それはなぜそうなるかっていうのは、うん、やっぱりその重心が低かったり、はい、あの四駆のシステムが、左右対称であり、そうですね、重心重いところがこう真ん中の方に寄ってたりっていう、やっぱりそれがスバルのメリットでありそのラリーをやり続けているスバルの良さでもあると思うんですね、うんうん、やっぱりそのラリーで極限の世界で開発されたノウハウっていうのはやっぱりすごいハイテクノロジーの部分ですね。そうですね、うん、やっぱり車は速いのも一つなんですけど、はい、安全に速く走るっていうのが一番だと思うんですね。そうですね、そういったところでは今日乗ってもらってその分かると思うんですけど、うん、滑った後の対処もしやすいっていうのはスバルの良さですね、はい、それはもう今回はすごく感じました、うんね、だから僕らがラリーでスバルを使い続けてるっていう意味はそういうところですよね、うん、はい。